はい、このね、色分けした5話のね、アヒルさんで調査をします。この5話の中から一番速そうなアヒルさんを選んだよ。アヒルさんの餌代として県外1万円一等賞当たり末席な記念品を差し上げますのでね、ぜひね、挑戦してみてください。あの箱の中から一斉スタートするよ。ここのポールの立ってるところがポールとなってますのでね、これが黒さん、この前が黄色さん、横が赤さん、緑さん、これが白さんの5話で走るからね、ただいま結果をお持ちいたしますよ。はい、よく見ておいておしゃれ出てよ。黒、白、赤、黄色、緑だよ。やってみる。県外1枚200円。はい、当社当たれば記念品を差し上げますのでね。やるか。勝負師が出てる。状態見してほしい。そんなリアルにかけるもんじゃねえから。馬の毛並み見る敵じゃないやねん。何が緑でどこのこと言ってんのか。緑人気やな。緑さんと黄色ね。万馬券、今日万馬券。人気ないやつ行く。黄色さん。はい、じゃあ緑さんね。はい、どうもありがとう。満潮だよ、満潮。最高賞鳥だから。そう、何が人気ないですか。人気ないのが惜しい。惜しいは惜しい。今日はみんな惜しい。惜しい、はい、じゃあ赤で。赤いくよ。 OK。 赤さん頑張ってよ。お願いするから。しっかりは。はい、どうもありがとう。はい、じゃあ行こう。その場所で分かりやすいよね、色が。そして赤見やすくて。赤一度も見えてないと思う。おいの赤はいるか。あ、なんかね、ここになんか色ついてる。え、首とか胸の首の首のところ。スプレー。スプレー。赤が、ね、あのずっとあっち向いてる。あのでっかいやつすごいね。こっち向いてる。ちょっとあんた年寄りくさいよ。目が細い。なんか他のより目細いんだけど。でもお尻最後ゴール見えないからさ。はい、じゃあ行きます。ラストダックレース、今日最後のアヒルさんの競争です。レディーゴー。はい、どうもありがとう。何それ？キーホルダー。非売品かもしれない。やった。いや、競馬負けたからさ。
そうね、今回はヒグマの倒し方教えてください。クマの倒し方は、はい、まずクマを立たせるらしいんですよね。うん、四つん這いになってるのを立たせて、うん、で後ろに回る、うん